お世話になります。一人でございます。鎧の孤島でストーリーを進めたら、悪の塔か水の塔、どちらか一つに決めて、ダクマ一匹で挑戦し、選ばなかった方の塔には今後挑戦できなくなりますよね。ですが、この塔はあくまでもダクマの修行のためであって、もし交換などで他人のダクマがいたら、まだ修行してないとみなされて、もう一つの塔に、挑戦できそうですよねという趣旨のコメントをいくつかいただき、私は気になりすぎて眠れなくなってしまいました。同じく眠れていない方は多いと思いますので、今回は他人のダクマを連れていけば挑戦してないもう一つの通りも挑戦できるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまず前提として、私は悪の塔の方に挑戦していないんですが、どうなるかね、このまま行ったらどうなるかちょっと見てみましょう。はい、ここは悪の塔、ヒトリーさんはすでに水の塔を選ばれていますので登ることはできませんとなりますね。これがまずダクマを連れて行っていない時の状態でございます。じゃあここでダクマをちょっと仕入れていきましょうか。はい、で私ザシアンを差し上げまして、ダクマ手に入れてきましたので、こいつ私のソフトに連れて行きたいと思います。まあ適当にこの辺に置いときましょう。はい、連れてきまして、それで終わるですね。 OK、 記録して終わる。はい、輸入完了と。はい、じゃあそしたらここから手持ちを変えていきましょうか。はい、じゃあ先ほどの GTS で輸入したダクマはこれでございます。これをね手持ちに入れていきたいと思います。基本的に塔にはダクマ1体で挑戦するっていうのが基本だと思いますので、いらないポケモンはねちょっとボックスに置いておきたいと思います。はい、 OK、 これで整理できましたと。でこれダクマ1体の状態ですので、このまま行きたいと思います。はい、この通り1体ですね。ちゃんとこれだけで行けば多分行けるんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあちゃんとねこういう風にダクマ釣れた状態で話しかけます。行くぞ。ていや、ここは悪の塔、ひとりさんすでに溝の塔を選ばれていますので登ることはできません。できないんかい。ということで検証結果、他人のダクマを連れて行っても挑戦してないもう一つの塔には挑戦できないでした。実際私他の動画でも上げたんですが、ダクマは修行してない状態でも掛け軸くんに連れて行けば進化して、ストーリーのコンセプトとかを無視したような形となっていたので、私はガチでこのもう一つの塔にも挑戦できるんじゃねえかって思ってたんですけど、それは無理っぽいっすね。でこれはゲームフリークの立場から考えてみると、一応一つのソフトだけでも別のユーザーを作ればもう一つの塔に挑戦できはしますが、一応狙いとしてはソードとシールドを買ってもらって、ソードで一方の塔、シールドでもう一方の塔を選んでもらって冒険してもらうみたいな戦略だったんだと思います。なのでそういう観点から言うと、まあしょうがないでしょうとも思いますね。ただこの塔のイベントって塔でただ戦うだけですから、正直言わせてもらうと、もうやりとうない